はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということで今日も SKP 活動を頑張っていきたいと思います。ということでね、さあ今週はいいとこあるんでしょうかということで、これは2試合目ですかね。さあ、おっと、1ヶ月ぶりに参加となった長嶋選手がいますね長嶋はもう仕事が忙しそうでね、大変そうなんですけど、せめて日曜日はお休みしてくださいさあ、そういうことでね、久々の長嶋とのマッチアップになってます。今日は、今回は、おっとケビン、おっとポンプフェイクからドリブル突っ込んでのレイアップ、ナイス。この日ね、ケビン、あの3がバンバン1試合目決まってたんでね、やっぱディフェンスも3を気にするんで、またポンプヘック効いてくるっていうね、こういうとこ、さあこの試合いいとこあるんでしょうか。来た、惜しい。もうすでに1試合目で 3,4 コン3決めてたからな、ケビンな。富永張りの3を決めてましたねさあ1ヶ月ぶりの長嶋、おっと、そんな長嶋がシュート、おーっと、ナイスシュー、リピート入った。おっと、復帰第2戦、長嶋決めると、おっと、 YouTube 撮れてるぞというね、後でカットしておきます、ここはさあ今回は赤の広島ドラゴンフライズのユニフォームを着ての参加となっております。さあこの日は4人ち、お、リピート出た、これ何リピート、おお、あそこら辺ウィリーうまいな、やっぱな。うん、さあ、おっと、筋トレが趣味の柴咲僕もね、あの最近、あのちょっと今月はうち、まあ、オフィスで仕事をする機会が結構多いんで、まあ、合間を見てスクワット、腹筋をやるようにしてるんですけど、なんか最近いい感じで腹筋が毎日筋肉痛なんですよねあと今週は、ランチは豆腐料理を食べることにしてますそう、なんでめちゃくちゃなんかお腹が減るんだよな。でも最近ちょっと豆腐チャーハンに凝ってまして、ぜひダイエットのしてる方は豆腐チャーハンを試してみるといいんじゃないかなと。結構食べ応えもあってね、味も美味しくできるんで、運動と、おっと、柴咲、筋トレが趣味です、柴咲、おっと、バンクシュート決めると、そう筋トレ豆腐卵、納豆ばっか食ってる最近。ちょっとなんか、でもあれかな、やっぱなんかちょっとパワー不足感が否めないんで、ちょっと食べた方がいいかもしれんなさあ、そんなことはどうでもいい、この試合いいとこあるんでしょうかと。おっと、ケビン、惜しい。そうこの試合4人チームで交代交代でやってるんですけど、僕以外3人中国人のメンバーと同じチームだったんですけど、まあ、こういうパターンでいくと大体みんな自分が持ったら自分でシュート打つ感じなんで、僕も積極的に打っていこうかなと思って臨んではいるものの、
なかなか今のところ打てておりません。さあ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 、とは言っても試合もだいぶ後半戦ですね。あなんか言い合っております。ああマイクはボールよこせって言ってるんでしょうね。でケビンはなんて言ってたんですかね、なんだろう。さあ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 、おっと来たケビンのスリーすごいな今日、もう5、6本目ぐらいで、すごいな来てる。さあ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 、とは言ってもいいとこ見せたいぞ。おっと長嶋切り込んでの、おナイスパス、危ない、ここは1本止めて次の攻撃に備えたい。おっと柴咲き決める、パスするかと思いきやのナイスシューですね。おっと残りあと1分少々、しかも交代してしまってしまってるしまっている、この試合いいとこ出せないのか。さあおっと、おポンプフェイクからのジャンプショット惜しい。さあさあこのまま終わってしまうのか、このまま終わってしまうんだろうかと。おっとケビン危ね危ねつか惜しい。さあおおナイスシュー、ドリブルです、ちょっとフェーダーウェイ気味の、おお素晴らしいナイスショット。おっとわずかあと1分、このまま終わってしまうのか、このまま終わってしまいそうだ、このまま終わってしまいそうだ、まずい。おっとおナイスパス、おっとまたケビンすごいなマジで、この日すごいな、これで終わりか。おっとあっと入ってきた、ゴロ入ってきました、ここはディフェンス頑張って次につなげたい。おっと終了